ノリの良い低音とボーカルを楽しみたい方と相性がいいと思います。いわゆるアニソン系の音楽がまさにリンコが得意としているジャンルの音楽になっていて、皆さんこんにちは、三流心理カウンセラーです。本日は CEO からリリースされているリンコについてレビューしていきたいと思います。今回リンコのレビューにあたって Hi-Fi Go さんからリンコと一緒にリリースされたリンコタッチというオリジナルキーキャップなども送っていただきました。 Hi-Fi Go さん、いつもありがとうございます。ちなみにキーキャップの方はいわゆるメカニカルキーボードに対応していて、チェリー MX など一般的なメカニカルキーボードの軸であれば換装することができます。交換は簡単で、もともとついているキーキャップを外して対応しているキーキャップに入れ替えていくだけです。私は手元にあった安い中華メカニカルキーボードに換装してみました。するとこんな感じのリンコ仕様になって、非常にお達し数が上がった仕様になりました。もともとの中華メカニカル青軸キーボードはいわゆる OEM プロファイルという普通の背が高いキーキャップで、大概の激安中華メカニカルキーボードは OEM プロファイルなんですが、リンコタッチはチェリープロファイルくらいのやや低めのプロファイルなので、乾燥すると結構スタイリッシュになります。私は乾燥時に西欧リングを入れたので、中華青軸の安っぽい打鍵感がブレの少ないちょっといいキーボードの質感になりました。キーキャップ自体の精度はしっかりしているので、キーボードお足し用にしてみたい方は Hi-Fi Go さんのショップから購入できます。概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方は参考にしてみてください。ちょっと前置きが長くなってしまったので、スペックの方を見ていきましょう。スペックはこんな感じになっています。感度は112dB プラスマイナス 1dB、 インピーダンスは 30Ω、 周波数応答帯域は 20Hz から 20kHz ということで、どんな機材でも再生しやすいスペックになっていると思います。搭載されているドライバーユニットが特徴的で、6mm の平面駆動ユニットと詳しいスペックが不明なダイナミックドライバーユニットを同軸上でドッキングしたドライバーを搭載しています。いわゆるハイブリッドドライバー構成とも言えますが、ちょっと独特ですよね。まあとりあえず開けていきましょう。開けていくと、なんかすごいカードみたいな色紙みたいのが入ってますね。付属品はこんな感じになっています。イヤホン本体とケーブル、Z レビュアーズによって開発されたというブレンダーというイヤーピースが SML の3サイズ、ハードケースとキャラクターカードといった感じです。ブレンダーイヤーピースはシリコンイヤーピースとウレタンのハイブリッドタイプで、こんな感じで押すと縮んで耳の中でギューッと戻っていくやつですよね。このタイプなんか最近ちょくちょく見るような気がしますよね。おそらく遮音性が高めで低音がしっかりと出るタイプのイヤーピースになっていると思います。ケーブルは 4N の導線に銀メッキが施されたタイプのもので、割と細めでちょっと女性もののネックレスみたいな質感です。しなやかで使いやすいかなと思います。ハードケースは CO オーでおなじみのこのジュエリーケースみたいなタイプの、このプロポーズの時にパカッと開くタイプのあれですね。こういったタイプのハードケースになっています。非常にしっかりとした作りです。イヤホンを見ていきましょう。イヤホンは半透明の樹脂製のイヤホン筐体にシンプルなデザインのフェイスプレートが装着されています。リンコのパッケージが天使と悪魔みたいなコスチュームのリンコが描かれているんですけど、確かになんとなく天使と悪魔みたいな雰囲気のイヤホン筐体に仕上がっているのかなと思います。こう並べるとハートみたいですよね。 CO オーディオってわりかしデザインが可愛らしいイヤホンが多い気がするんですけど、リンコもそういった感じの仕上がりになっていて、イヤホン筐体はコンパクトで形状も癖がなくて耳へのフィット感が良さそうです。そろそろ音の方を聞いていきましょう。じっくりと聞いていきました。
まずは低音域です。低音域は非常に厚みのあるサウンドで、秒間で言えば7から 7.5 程度、ややシルキーな温かみのある音質で迫力と重さがありました。ベースはズーンと響いて、バスドラムはどっしり感があって、かなりパワフルな低音で厚みがあるサウンドですが、つぶれや音割れはなくて、解像感自体は割としっかりと感じられます。付属イヤーピースを使うと、低音の量感が 7.5 くらいといった感じで、もしかすると低音域の厚みが出過ぎだと感じる人もいると思います。個人的にはスピンフィット CP100 プラスのような標準的なイヤーピースを使った方が、空間の見通しが感じられて、低音が洗練された印象になって、好みのサウンドだと思いました。続いて中音域です。中音域は滑らかさと伸びやかさを感じるサウンドで、秒間で言えば6程度、ニュートラルな音質で耳当たりの良い音作りでした。ボーカルはやや近めですが、生々しさではなく、滑らかでしっとりとした歌声を見事で味わうことができました。ギターやピアノ、ストリングスのような伴奏楽器の音質には硬さがなく、不快な響きは感じられず、全体的に艶やかさよりも滑らかでシルキー、伸びやかでありながらぼやけた感じがないように、うまくまとめ上げられた上品な中音域の音作りだと思いました。そして高音域です。高音域はさらりとした鳴り方で、秒間で言えば6程度、ニュートラルで硬さのない解像感が印象的な音作りでした。リンコは低音がかなり強力ですが、高音域が低音域の重さに打ち消されず、シャッキリとした金属感が感じられます。シンバルの金属感は楽曲に十分なアクセントをつけてくれて、ウィンドチャイムのようなきらびやかなサウンドも意外なほどに表現されていました。きらびやかと言いましたが、音質的にはさらりとした鳴り方で、前に前にと主張してくるタイプではなく、また耳に刺さるような刺激的な成分が出ないように丁寧に仕上げられた高音域の音作りだと思いました。最後は空間表現とその他の項目について見ていきましょう。音場の広さは普通からやや狭めで、空間に一体感があります。楽曲にもよりますが、ボーカルが結構近めに感じられるチューニングに仕上げられているので、ノリの良い低音とボーカルを楽しみたい方と相性がいいと思います。低音域のところで少しお話ししましたが、付属イヤーピースはシリコンとウレタンフォームのハイブリッド構造になっていて、非常に遮音性が高く、耳にしっかりとフィットさせやすい構造になっているので、付属イヤーピースを使うと、リンコの持っている低音域の力をフルに発揮することができます。付属イヤーピース自体のクオリティはすごく高いんですが、私のリスニング環境では低音域がやや出過ぎな印象になったので、このあたりは好みのイヤーピースを使ってみるのがおすすめです。本日はシーオーディオのリンコについてレビューしていきました。リンコはイヤホン片側に 6mm の平面駆動ドライバーとダイナミックドライバーを一機ずつ搭載した、いわゆるハイブリッドドライバー構成のイヤホンでした。コンパクトな見かけによらず、非常にパワフルな低音域と伸びやかな中音域、さらりとした高音域のギャップがどこか天使と悪魔を連想させるような鳴り方で、雰囲気的にはドンシャリなんですが、低音と高音というよりは低音と中高音みたいな感じで、最近のイヤホンとはちょっと毛色の違うメリハリのある鳴り方が少し新鮮な気がしました。個人的に最近使った C オーディオのイヤホンとしては夢2以来だったんですが、リンコは夢2とは全然違うイヤホンで、きらめきと解像感の夢2に対して低音域の力強さのリンコ、音色的には寒色よりの夢2と暖色よりのリンコといった感じで、かなりキャラクターが違うイヤホンで、聞き比べてみると非常に面白いものがあると思います。本日は C オーディオのリンコについてレビューしてきましたが、いかがだったでしょうか。リンコはあえて分類するとドンシャリ系のイヤホンという見方なのかなと思いつつ、一昔前に流行った中音域がへこんだ寒色系のドンシャリではなくて、音の温かみを感じる暖色よりのドンシャリで、かつ高音域よりも中高音域、特にボーカル帯域が伸びやかでしっかりと前に出てくる、つまり歌物が非常に聞きやすい仕上がりになっていました。
一説によると日本のリスナーは中高音域の力強いサウンドが好きらしい。というか、いわゆるアニソン系の音楽がまさにリンコが得意としているジャンルの音楽になっていて、結構多くのアニメファンが好きな音作りなのかなと思いました。そこにさらにアニメを意識させるようなおまけやコラボキーボードキャップなどを使ってアニメファンの気を引くようなパッケージングで販売するっていう、なんともあざとい、いや戦略的な売り方はなかなか今時の日本人を研究しているような、そんな気がしました。話は変わりますが、リンコタッチなるキーキャップの出来がなかなか良くて、単にリンコというキャラクターをフューチャーしたグッズというだけではなく、交換用キーキャップとしての完成度も結構高くて、一般的な OEM プロファイルではなく少し低めの形状であるチェリープロファイルを採用していたりするあたりが実用的でいいなと思いました。以前ブログの方でレビューした中華キーボードをクローゼットから引っ張り出して乾燥してみたんですけど、 Amazon で購入した静音リングとセットで装着したところ、打鍵感、打鍵音ともに非常に良くなって、見た目に反して洗練された感じになって、実は最近メインで使ってます。いや、なんかちょっとこうキーキャップとかキーボード沼にはまってしまいそうです。そんなわけで今回はこのあたりで終わろうと思います。もしもこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録、Twitter のフォローなどで応援していただけると嬉しいです。また次回の動画やブログでお会いいたしましょう。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。三流心理カウンセラーでした。